うしたの？そうね、バスを降りたら家に帰るまでがちょっと怖いな。ナオミさんね。声明文みたいなものは届いてないみたい。郵便局の人でしょ？配達中にいなくなったのよね。疲れた？私は平気。大丈夫。今度はちゃんと弾くから。ううん。なんでもない。終点まで。それあの、おいくらですか？大事な話じゃん。ほらほら、何を使えているんだね。おじいさん、どうしてわざわざあそこに座るのかしら。何もなければいいけど。あなたたちは？え、あの、ちょっとやぼようでな。終バスに乗って帰ろう思ったのに、もう困ったわ。そこに家が見えますね。誰か住んでいるなら少し休ませてもらうよう頼みましょうか。無駄や。うちらもそう思ったけど、呼び鈴押しても誰も出んのや。もしかしたら廃屋かもしれませんね。ちょっと調べてきます。あの、私
Uh-huh.